ジョン・ロバート・シュリーファーは、アメリカ合衆国の物理学者。超伝導に関する初めての微子的な理論である、BCS 理論を提案した業績により、ジョン・バディーン、レオン・クーパーと共に1972年度のノーベル、物理学賞を受賞した。イリノイ州のオーク・パークに生まれ、1940年には、ニューヨーク州のマンハセット、1947年には、 フロリダ州のユースティスに転居した。彼の父親は医薬品の販売員をしていた。フロリダでは彼は電子工学を趣味とし手作りのロケットやアマチュア無線を作って遊んだ。1949年にユースティス高校を卒業するとシュリー・ファーはマサチューセッツ工科大学に入学し最初の2年は電子工学を勉強し後に物理学に転校した。 そして1953年に、ジョン・クラーク・スレーターの指導の下で、従軍士の多重戦に関する卒業論文を書き上げた。硬いもの理学への興味から、彼は、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校の大学院に、進学し、すぐにジョン・バーディンの助手に採用された。半導体表面における、電子状態の理論的問題を解決すると、彼はその理論を、 他のいくつかの表面問題に応用した。大学院の3年目、彼は、バーディーンとレオン・クーパーが進めていた、超伝導の理論化の研究に参加した。シュリー・ファーは、1957年1月、ニューヨークの地下鉄に乗っていた時に超伝導状態の、原子の規定状態を記述する、数学的理論をひらめいたと回想している。共同研究者のクーパーは、 超伝導状態にある原子の電子は、クーパー体と呼ばれるペアを作って存在し、クーパー体は単一体のように振る舞うことを発見していた。シュリー・ファーの考案した数学的理論は、それぞれの体ではなく、クーパー体全体を同時に記述するものだった。イリノイに戻った後、シュリー・ファーが、バーディーンに、方程式を見せると、バーディーンは即座に、問題が解決したことを理解した。 BCS 理論が完成するまでには、さらに30年に及ぶ、実験的証拠の積み重ねが必要だった。超伝導に関する博士論文を書き終えると、彼は1957年から58年まで、米国科学財団のフェローとして、イングランドのバーミンガム大学及び、コペンハーゲンのニールス・ボーア研究所で過ごし、超伝導の研究を続けた。 その後シカゴ大学で助手になり、1959年にイリノイ大学に戻ってきた。1960年の夏に彼はアングレート、トムセンと婚約し、その年のクリスマスに結婚した。2年後、シュリーファーはフィラデルフィアのペンシルベニア大学に移り、1964年に BCS 理論と超伝導に関する本を出版した。 1972年に BCS 理論の発展の功績により、ジョン・バーディーン、レオン・クーパーと共に1972年度のノーベル、物理学賞を受賞した。1980年には、カリフォルニア大学サンタ・バーバラ校の教授に着任し、1984年に、総長に昇進した。また、カブリ理論物理学研究所の所長も兼務した。 1992年には、フロリダ州立大学名誉教授及び国立高地場研究所の主任研究員になり、物理学の目標の一つである常温超伝導の研究に取り組んだ。シュリーファーは免許停止中の2004年9月24日に、カリフォルニア州オーカットで交通事故を起こし、一人を死亡させ7人に、重軽傷を負わせた罪で2005年11月6日に、 懲役2年の判決を受けた。2006年9月26日、カリフォルニア州サンディエゴの RJ ドノバン刑務所に収監された。ノーベルプライズ、ウィニングフィジシストシュレファーディエスインフロリダ。ニューヨークタイムズ。https、www. ニータイムズ .com、アポンライン、2019、07、27、アス、AP アスオビットシュレファー。 HTML2019 年7月28日、閲覧。ありがとうございます。